ちゃっ、こんにちは、ゆたかさん。もう開幕前からもう暗いね。いやいや、もう暗いというか、当初暗かったニュースのはずなんですけど、開幕に外国人選手たちが間に合わないチームがたくさんあると、今シーズンは。まあそうだね、はい、まあ、間に合ってないよな。そうです。ただもう入国はしてきてるので、あとはこの2週間の隔離を経てちょっと慣らしてからの合流となってくるとは思うんですけれども、この外国人選手、早く入った方がいいチームもいれば、まだ大丈夫だよ。まあな、はい、たださ、やっぱ早く入ってほしいのはさ、ソト、オースティン、はい、エスコバ、はい、これの DNA だよ。これなぜかというとさ、はい、やっぱ実績があるから。まあそうですね、うん、はい、だから実績があるから頼れるよね、うん。でも例えばロハスとアルカンタラっていうのは、はい、まだ見てないよね、阪神の、うん、はい、確かにすごい外国人っていうのは、うん、触れ込みであるけどさ、はい、まだ分からないからさ、うんうんうん、だから入ってきて本当に使えるのかみたいな未知数じゃない。そうですね、まあ、巨人もそうだよね、はい、テームズスモークありますけど、じゃあ早く入ってきてまず欲しいチームとすると、やっぱり言ってた、まず DNA です、ね、もう喉から手が出て、もう8本ぐらい出てタコみたいになっちゃってるよ。早く、いや、まあ、本当にそうですよね、うん、まあ、ただ今すごくいい野球をしてるんだよね、はい、足を絡めたりだとか、はい、戦略で戦おうとしてる。今すごく三浦監督もこう頭フル回転で、はい、俺やってるから、はい、監督としての力量を上げるためにはもうちょっと入ってこなくてもいいぐらいの感覚なんだよ。当初はね、やっぱね、監督っていろんなアイテムをこう攻撃の中で考えとかないと、はいはい、特に三浦なんていうのはピッチャー出身だから、はい、そんなに攻撃っていうことを、うん、あまり意識したことがないと思うんだよね、はい、守りの意識は強いにしても、うん、だからすごくいい勉強してると思うんだよね、はい、でも入ってきたら楽だよね。でもそうすると今度ソト、オースティン選手が戻ってくると、うん、戦術がやっぱり若干変わってくるってことになりますね。動けなくなる可能性があるよね。ですよね、うん、ってなると、でもやっぱりソト、オースティン来たら絶対に入れるじゃないですか。そら、うん、怖いもんそら入れるよ。そうですよね、うん、ってことは誰かが弾き出されるということじゃないですか。まあまあそうだよね。ってなってくと誰になってくるんですか。まあ誰というよりも、はい、まあ、その関根が使われたりだとか、外野手でね、桑原使われてるけども、まあ、どっちかが弾かれるとか、はい、まあ、そういうことはあっても彼らも一生懸命やってるからね、はい、だから弾かれる弾かれないんじゃないんだけど、ただ DeNA の方は牧をファーストで使ってるけど、はい、おそらく外をファーストにしようとしてるんだよね、はい、そしたら外が入った時点で牧をセカンドにするんであればさ、もう最初からセカンドを任しておいた方がいいよ。例えば外が来て牧をベンチにするんだったら別だよ、はい、だけど俺は牧のこの素質を見てると、レギュラーとしてこれから DeNA を支えていく選手になってくるのかなっていう、はい、そのぐらいの期待をしてるんだよ牧には、はい、そしたら最初からセカンドをやらしといた方がいいって、うん、今田中がやってるけどさ、だから田中と柴田のどっちかが弾かれて、はい、牧、外っていう1・2塁になるのかなっていうふうに考えるとさ、牧、はい、うん、まあ、をセカンドで使わないかなと思うよね。セカンドってやっぱ大変なポジションだしさ、うん、はい、経験もいるポジションだし、うん、だからなるべく多くの経験を積ましてやった方が、はい、俺は得策だと思うんだけど、いや、これが外が来て牧ベンチだって言うんだったら話は別だよ、うん、はいはい、でも俺が想像して描いてるのは牧がセカンドで外ファースト、はい、ということはもう花から、うん、では田中を下げるんであれば、うん、外が来たら、はい、では田中をファーストにしてっていうことの方が俺はいいと思うんだ、ね、スムーズにはいきますよね。そうそう、だから外国人が入ってきて困ることもたくさんあるわけよ。そうですね、もうスタートしちゃってるからね。確かに。で、困るのが阪神だよ。はい、どうすんだ、どうやって使うんだみたいな。確かに今打線いいですか、ね、いやいや、両外国人絶好調じゃないかみたいな。ロハス入ってきて、はい、じゃあピッチャー2人にするのかって。どうするんですか。だって抑えにスワレスがいて、あと1人しか入れないよってなってくると、はい、アルカンタラどうするのみたいな。そうですよね、うん、どうするんですかね。ね、はい、おそらく10日に1回しか投げないのっていうことになってくるじゃん。抹消して入れ替えてみたいな、はい、これね、勝負で一番やっちゃいけないことは何だと思う。
何ですか？迷いなんだよ。ね、これをどういうふうに使うかっていう迷いが生じてくるから、阪神、はい、で使われない選手は不協和音となって腐っていっちゃう。調子がいい外国人も調子が悪くなっちゃう。不協和音っていうのはチームの輪を乱すようになる、はい、そうなってくると困るんだよ阪神は。しかもいい時に変える、それでだだだっていい時は変えられないけどね。でもロハスはやっぱ使わないといけない選手だと思うよ、はい、ね、それはなんかいろいろだからこの迷いが一番困るんだ勝負ごとで。でもこれじゃあロハス選手を使わなきゃいけないとなると、ロハス選手って大体 打順だとどこに？3番だな。3番、うん、ってことはやはり1人あぶれてしまうじゃないですか。いやもう入った時点であふれるよな。ですよね、はい、どうすればいいんでしょうか。いや、それは俺の考えることちょっとね、それを皆さん聞きたいんですよロハス選手が入ってきたらもちろん誰かが弾かれる。だからまあ野手3人入れてもいいよ、そうなったら。はい、ね、うん、そうなったら入れてもいいけど、ポジションがないんだよね、考えてみりゃ、うん、だから一人難しいな。だから迷うことをするなっつうの。もうでも迷っちゃいますよね。いや迷うと思うよ。いいどうする。だからこれもし打線とか打線その悪ければ、うん、ロハス選手入れてこうカンフル剤とかありますけど、そういい時は、いや悪かったらもう変えて2軍に行かしてロハスを使えばいいだけの話なんだけど、うん、はい、そりゃ2人いいもん。そうですよね。佐藤はいるでしょ。佐藤はもうああいう状態だったら絶対外したらファンが怒るよね。いやそうですよね。でしょ、プロ野球だし、はい、じゃあ近本外せるか。いや外せないです。サンズも外せないです。そうだろう。大山選手も無理です。サンズなんか勝負強いからね、はい、ホームランも打てるし、今年またより日本の野球に慣れて打つよ、ね、そうですよね。どうすんの。だどうする、どうしますショートでもやらすかロス無理でしょ。もう打ってくれみたいな。いやだから、いやだから困るんだよ。で大山4番打ってるでしょ、はい、だからマルテかなと思うけど。あもしでサンズをこう持ってきてファーストに、はい、うん、でロハスをレフト、うん、まあおそらくロハスは外野しかできない。あでもスイッチヒッターでパワーヒッターだからね。試したいというか見たいですよね。いやいやそれは見たいよ、うん、でアルカンタラどうするの。外国人アルカンタラいい球投げるよ。これはまたどうします。ピッチャー陣も先発陣結構、いやただねまあ見てないから、はい、ね、ゆっくりやらすとかね、うん、はい、もうとにかくゆっくり調整してくれとかあいつでもいいよ5月でもいいから、ね、5月のゴールデンウィーク明けでもいいからみたいな。なるほど。交流戦からでもいいよとか、そうそう、まあファームで何試合か、ね、はい、経験をしてみたいな、うん、ゆっくりできるよね。あじゃあ逆に阪神は外国人選手ゆっくりでもうん、大丈夫だよっていうふうに。ただ迷いが生じると良くないということだよね、うん、そうですね、うん、そういう意味では巨人の方がまだ楽だよね。新外国人って言っても、まあ、見てないから分かんないけどね、はい、見てないから分かんないけど、はい、まあまあ中地がスモークとかあって、はい、まあ、レフトの、はい、テームスが、はい、松原とかあって、うん、まあ、そういうふうにスッとなれば、はい、これはまあ悪かったらまた中地を使ったり松原を使ったりできるから、まあウィーラーを使ったりとかねできるからまだ楽だよね。でも阪神は調子がいいだけにちょっと苦しいと思うよね。迷いが生じる。あっていうことは例えば本当にこの外国人選手たちが加入することによって今の調子いい悪いのチームがガラッと変わってしまう可能性もあるってことですか。まあそこまで変わらないとは思うけど力の差はね、はい、うん、ただヤクルトは、うん、まあ、入ってきてくれんかなと思うよね多分ね。ピッチャーが、まあそのまあ、ピッチャーもね、はい、ピッチャーも誰だっけソフトバンクからバンデンハーグ、バンデンハーグね、はい、とか入ってきてくれないかなとは思ってると思うけど、うん、はい、まあ野手もそうだよね、うん、迫力を増すために外国人2人取ってるけどね、はい、うん、ロサリオだっけ。あそう、サンタナ、あサンタナ、はい、オスナ、はい、うん、でも外野の守備が良くないんだよねサンタナ不安、もう不安でしかない役に。いやいや、はい、もうねちょっと映像で見たけど、はい、ちょっとお粗末なプレーも多いんだよね、うん、
だからまあ中日なんかはまあちょっと落ち着いてできてるから、そうですね、まあ、入ってきたら入ってきたでいいし、はい、まあ、来なかったら来なかったで現状で耐え切れるという、はい、でまあ広島もそうだよね、うんうん、あのクローンなんか、はい、ね、まあ、日本の野球には早く慣れてくれないかなっていうような状態でまだ今いるしね、はい、まあ、俺は一番阪神が悩みという意味では苦しむかもね。あ、みんながいいだけにな、まあ、いわゆる、まあ、贅沢な悩み、贅沢な迷い、うん、でもその迷いが生じた時にちょっとチームがおかしくなる可能性もあるということ、うん、ことですよね、うん、あと DeNA はもう一刻も早く1秒でも早くそうですね、もう駆け足で入ってきてほしいですよ、もう100分の1秒でも早く入ってきてほしいよ、はい、そうですね、本当にね、はい、もう息が詰まってくるよもう詰まってますね今、豊さん、はい